ハイスピ、今週も良かったね。同じ走りはできない。テノがレースを端的に表現してて良かったね。ソフィアが運で6を出し続ける。そのソフィアに挑むリン。そしてオチは読めてたけど、ちょっと早いです。最高に笑った。来週もめちゃ楽しみです。以上、ハイスピのお話でした。